ゴルドン・シルデンフェルトは、ユーゴスラビア・シュベニク出身の同国代表サッカー、選手、アノルトス・ファマグスタ所属。ポジションはディフェンダー。地元クラブの HNK ・シュベニクで、プロデビュー。2005から06シーズンは、主力としてトップリーグ昇格に貢献した。2007年1月、NK ディナモ・ザグレブに移籍。すぐにレギュラーポジションを確保すると、 フルバツキのゴメトニクプ決勝、NK スラベン・ベルポ戦、第2戦でゴールを挙げ優勝に貢献した。2008年2月、ベシクタシュ JK に移籍。しかしベシクタシュではポジションを確保できず、ニドレンタル、移籍した後 SK シュトゥルムグラーツに完全移籍した。その後は、ロシアやギリシャのクラブを転々とし、2015年夏に、7シーズンぶりにフルスギナもザグレブに復帰した。 しかし2016から17シーズンにより就任したリバイロペテフ監督から戦力外を言い渡されると2017年7月6日にキプロスファーストディビジョンのアノルトシスファマグスタへ加入した2006年3月1日に U-21 デンマーク代表との親善試合に出場スラベン・ビリッチ監督のもと A 代表デビューを果たしたのは3年後の2009年11月14日のことで、リヒテンシュタイン代表との親善試合で58分に、ダリオするなと交代した。ユーロ2012予選ではイスラエル代表戦と、プレーオフのトルコ代表戦で、フル出場、本大会では、全3試合に出場した。2015年3月28日のユーロ2016予選、 ノルウェー代表戦で初ゴール。本大会にも出場した。父はオーストリア系スロベニア人である。ありがとうございます。